ラムーナス・ナバルダウスカスは、リトアニア、シーラレー出身の自転車競技選手。2007年、ベルギーのコンチネンタルチーム、クライペダスプレンディットに、リトアニア人監督のアルトラス・トルンパウスカスや、6人のリトアニア人選手らと加入。19歳にして、リトアニア選手権、ロードレースで優勝。2008年、トルンパウスカスと4人のリトアニア人選手らと、 カザフスタンのコンチネンタルチーム、チームウランに移籍。この年、世界選手権に参加し、U23 個人タイムトライアルで26位。2009年、前年まで、サウニエル・デュバルなどの名門チームで監督をしていた、イタリア人監督のピエトロ・アルジェリと息子のマッテオが、率いる、新しいリトアニアのコンチネンタルチーム、チームピエモンテに参加。しかしチームは4月に解散。 2010年、フランスのアマチュアチームである VC ラポム・マルセイユに加入。フランス国内の DN1 レースで大活躍し、フランスレ連のランキングでも上位に入った。リトアニア選手権個人タイムトライアルでは3位に入り、リエージュ・バストーニュ、リエージュ・エスポワールで優勝した。世界選手権にも参加し、U23 ロードレースで14位、U23 個人タイムトライアルは30位に入った。 2011年、アメリカのプロチームであるガーミン・サーベルに加入。プロ1年目にしてツールド・フランスに出場し、第2ステージのチームタイムトライアルでは、チームの優勝に貢献した。2012年、ジロでイタリアに出場し、第4ステージのチームタイムトライアルで優勝。2日間、マリア・ローザを着用し、最終的には、総合137位で完走した。2014年、 ツールド・フランス第19ステージでは残り1 3トルでアタックし独走で優勝した。2017年新規ワールドチームのバーレーン・メリダニー席。この年はジロでイタリアでのヴィンチェンツォニー・バリのアシストの核となる活躍を期待された。アルゼンチンのブエルター・サンフアンでシーズンインし第3ステージで優勝。チームに初勝利をもたらした。しかしその後は 胃腸炎でジロでイタリアを欠場。クリテリウムドゥドーフィネゴには不正無役が見つかり、結局このシーズンは27日間しかレースを走ることができなかった。その後は2、3日に1回は自転車を乗るものの、心拍数は122、制限されていたが、12月には医師からの許可も出て、本格的なトレーニングを開始し、クロアチアで行われたトレーニングキャンプにも参加。 翌年1月にはツアーダウンアンダーでレースに復帰し、第1ステージでは9位に入り総合123位で完走した。2019年デルコマルセイユプロバンス移籍。ツールドフランスジローでイタリア。ありがとうございます。